中の方がいらっしゃるかもわかりませんが、ご歓迎いただいて、まずは明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくどうぞお願いいたします。ということでですね、私がその考えているとなんです。私だってその別に研究したわけでもないし、皆さんと同じかそれ以下の考えしか持っていないんですが、若干ちょっとお話をしていきたいと思っています。で、昨年のことを振り返りますと、やはり、東日本大災害を避けて通れないと思います。死者、不明者、1万6000人を超すということをですね、戦争でもない限り、大空にある話ではないと思います。国無双というか、大災害のことです。で、その自然災害というのはそればっかりなくてですね、台風で水害があったり、大気が洪水になると日本の輸出産業が壊滅まで影響を受けたり、世界的にまあそういうその災害が増えてきて、まあ、地球の温暖化なんかと合わせましてね、これからも今年もまた同じような災害が起きる可能性もかなり大きいんじゃないか、まあそんなことを考える日々でございます。でもう一つその災害で、問題なのは福島の原発が事故を起こした、私はあえて事故と申しますが、これはですね、皆さんもご覧いただいたと思いますが、それでの他にですね、この15日、皆さんがテレビでご覧になったと思うんですが、ニューヨークステリー、5チャンネルの12時頃、お昼頃からですね、柏崎海洋原発の討論会がございます。県知事だとか、市長だとか、村長だとか、あとはまあ議員だとかいうような人たちが、
ありますようにですね、記念いたしまして一本締めをしたいと思います。はい、じゃあ用意お願いします。用意。